の少女よ、あの橋をめがけて。柱の少女よ、あの橋の向こうまで。昔一人の少女が下町に住んでいた。父が買ってくれたミシンが好きだった。軍事工場の仕事が終わると家に帰って、毎日ミシンで服を縫っていた。3月10日の夜に暗い海の向こうから巨大なトンボのような爆撃機がやってきた。空を覆い尽くしたトンボの群れがまるで花火のような炎を吐き出した。柱少女よ、あの橋をめがけて。柱少女よ、あの橋の向こうまで。5つ違いの姉の手を握りしめて、この柱の中を少女は走った。一緒に逃げる隣のおばさんの背中には生まれたばかりの小さな赤子が泣いていた。炎に怯えた馬が御車を蹴り殺して、燃える尻尾を振りながら闇に消えていった。防空頭巾の上に落ちた真っ赤な火の粉、隣組のおじさんが振り払ってくれた。一緒に逃げるおばさんは背中の子供が燃えているのに気づかずに走り続けた。柱少女よ、振り向いてはいけない。柱少女よ、死んではいけない。大人たちが始めたこの醜い戦争で、何も知らない少女が死んではいけない。たどり着いた橋はすでに燃えていた。求めた人が川に飛び込んだ。人で埋まった川は煙に包まれて、息をすることもできずにみんな死んでいった。325キロ無数の B29 が3時間近くにわたって爆撃を続けた。10万以上の人が死んだその後で、真っ黒な煙の中に太陽が昇ってきた。走り疲れた少女は空を見上げて、黒い涙を流して歩き始めた。路上を埋め尽くした死体の
中を父の姿を求めて歩き続けた。家に帰った少女が見つけたものは真っ黒に焼け焦げたあのミシンだけだった。Yeah.